仙人が酔う島。友の浦と潜水島を結ぶこの平成のいろは丸、大人240円、子供120円で往復できるということになっています。大変お安くですね、お手頃な価格でこの平成のいろは丸楽しむことができるというわけです。ここへ来たならですね、必ず乗っておきたいところですね。予約等はしてなかったんですけど、潜水島、友の浦往復の船が出るようです。船内はこのようにこじんまりとしております。船内にはパネルなどが展示してありまして、いろは丸事件のことを、手頃にですね、知らせる内容となっておりました。このようにこじんまりと、小さな小舟をですね、いろは丸と見立てて、作った船ということになります。大河ドラマ龍馬伝に合わせて、デビューしたというこの平成のいろは丸、力の入れようが伝わってきます。なかなかこのデザイン的にもですね、いいなと思いましたね。ゴーゴーと大きな音を立てて出港します。友の浦からいろは丸の出港でございます。わずか5分の航海でしたが、この名言の旅人の心をくすぐる伝説がですね、ここにはありましたね。平成のちびっこいろは丸で、私が見つけた伝説をですね、少し、紹介していきたいと思います。それはもうすぐしたら見えてくると思うんですけど、百貫島伝説というものがあります。それをですね、手短にちょっと話していきたいと思います。鳥居や建物が見えるこの島、弁天島と言います。正式名称は百貫島。その由来はですね、伝説がありまして、遡ること750年前、鎌倉時代ですね、藤原正道という武士がですね、ここにやってきて、船でここの潜水島にですね、渡ろうとした時に家宝の刀を海に落としてしまったと。そしてですね、銭百貫門を出すから取ってきてくれと地元の人にこう言ったわけですね。するとここはサメが出るのでできないと言いました。するとこの武将、ふぬけと地元の人を罵り出したんですね。それは聞き捨てならぬと、ある地元の若者が、お金のためではなく友の浦のこの名誉のために取ってくると言って、海底深くに潜っていきました。なんとか海底で刀を見つけて戻ろうとするも、水面に上がる途中でサメに片足を食べられてしまい、途中ですね、息絶えてしまったということです。刀は戦場に持ち帰ったんですけど、この武士はですね、それを見て、いや大変申し訳ないことをしてしまったと言ってですね、この銭百貫門で十一重の塔を建てたということです。それがこの百貫島のゆえんですね。いやいやいや、これを知ってるとまたね、楽しいものです。到着しました。平成のいろは丸、大変立派なものでございます。龍馬伝終わってから随分経つんですけど、この20分おきに出るこのいろは丸、どれも人で満載でしたね。仙人が酔う島、ということもありまして、なかなかね、こういいですよ。歩いてても気持ちがいいです。すごいですね、この切り立ったこの岩がですね、なんかこれちょっとこの岩の形というか宮島をね、ちょっとこう思い出すんです。あ、トンネルなんかありました。上陸して数分、このパワースポットを思わせるようなですね、穴っていうかトンネルに吸い寄せられるように私は入っていきました。これでまたね、何か少しパワーでも得られればいいのですが、でも歩いてて本当気持ちよかったですね。大変小さな島ということだったんですけど、私ね、またここで迷ってしまいました。道間違えです。こうやってね、山道にちょっと間違えて入っていったりしましたね。ほら、なかなかの難所となっております。ここまで来たからにこれをね、私やらずにはいられないんですね。ちょっときついの分かってるんですけど、登ってみることとします。はい、ちょっといよいよ風呂入り行かないかな、これ。やべ、腰が痛くなってきた。てっぺんまでちょっと行ってみようと思ったんですけど、ちょっとしんどくなってですね、諦めて、ここから下ってですね、引き返して、ちょっと休憩することにしました。ホテルやキャンプ場などもありまして、一日楽しめるような、そういう作りになっていました。釣りなんかもね、できるということです。ここ潜水島には他には、浦島太郎の伝説の地があるということで、そちらの方にちょっと向かってみたいと思います。この浦島太郎の伝説っていうのはですね、もう
全国各地に至るところにこうもう散りばっておりましてですね、何が本当っていうのはまあ実際分かりにくいんですよね。いろいろある各地の伝説の中では割とちょっとパンチは弱いというかですね、日本書紀とゆかりの深い丹後とかあと万葉集なんかと比べるとやっぱり弱いのかなっていう気がしましたね。そうですね、こんな静かな海に浦島太郎はやってきたわけです。一般的に浦島太郎として知られている話は教科書等からですね、広まって、まあ、歌なんかもありますよね。ただこの浦島太郎の話よくよく考えると不思議なんですよね。いじめてるやつを助けたからいいことが起こったと思いきやなんか結局おじいさんになってしまったり、第一乙姫様負けちゃならないものを渡すあたりがですね、悪意に満ちてるなとかも考えちゃうんでね、一体これは何の教えをしようかなと思ったのかもちょっといろいろ考えてしまいますね。まあでもですね、せっかくここに来たのでしっかりとこの現場で実況なんかをしてみました。はいはい、到着しました。ここが現場です。例の、亀を寄ってたかっていじめていたという現場はここになります。あ、こんな美しい波のあるところで、ね、一匹の亀を寄ってたかって、いじめていたと。亀いじめてなんかなるんですかね。食べ物として選んでたのかもしれません。じゃあ先ほどね、食用に取ろうとしていた、子供たちが取ろうとしていた亀を浦島太郎は横取りしたということになります、ね。あ、その結果かな。だからバチが当たって無事になったと、そんな話じゃないですよね。はい、こうやって浦島太郎の伝説なんかについてね、改めて、考えたりする機会ができたので、あ、本当に良かったですね。それにこの今回は回ってないんですけど、五色の岩あなんていうのもあったりしてですね、うん、まあ、観光用によく整備されてるんで、本当に、来てみるとすごくいいと思いますよ。うん、本当楽しかったですね。まあ、おすすめです。